はい、どうも、パンケーキです。さあ、今回なんですけど、何をやるかって言いますと、僕は今、このブルブルマシーン、ちょっと見えてないと思うんですけど、このブルブルマシーンの上に乗っかってるんですね。ちょっとダイエットするのに変えました。で、このブルブルマシーン乗りながら、スプラトゥーンを、ね、やるとどうなるのかっていうのをね、ちょっとやってみようと思います。で、普通のマッチにね、入ると、いろいろ迷惑をかけてしまうと思うので、今回はプラベでやらせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ちょっと試し打ちやってみたんですけど、レベル1から99まで選べるんですね。99でやったら多分腰を痛めると思う。こういう使い方しないものなんで、ちゃんとねやり方があるんで、ブルブルマシーンも真似しないでください。それではやっていきます。やばくないこれ。やばくないマジで。もうすでにやばいもん。これ1でこれよ、レベル1なんやけど、これ99とかやってるマジで死ぬ。腰が死ぬんやけど、これちゃんと声入ってるかな。これ声がちゃんと入ってるかお前らして、めっちゃ震えるし、やばい。画面が全く見えない。なんかダイヤも多いな。そして画面がマジで見えん。これちゃんと飛べんって、飛びたいところにカーソルが合わないみたい。待って、これエイム合わせるの一苦労なんだが、これまだダイナモやからなんとかなるけど、シューターでやるとやばいかもしれない。あ、やだ、マジでやばい、マジで。これさ、ちょっと不謹慎かもしれんけど、さ、地震来てさ、でも FPS やめられないんだけどの人いるやん。 FPS やめられないんだけどの人やばいって。 FPS よくやめれんかったな。やめるレベル、これは全然当たりません。敵はちょっと見えてるけど全然当たります。あ、 OKOK、 ナイス。あ、うまくやれた。なんか当たってる。ナイス。ナイスだけど。どうしようこれ。ナイス。やばい、これ普通にレベル1やけど腰を痛めそう。マジで真似しないでください。これ座り方がね、座ってやるやり方もあるんやけど、座り方がね、ちょっと違うんですよね。あ、無理。無理。あ、やばい。疲れる。これ、マジで疲れる。これ、疲れるよね。めっちゃいいダイエットにはなると思うんやけど。これゲーム、カーソルが合いません。カーソルが合わない。ナイス。よいしょ。これ、ちゃんと声入ってんのかな。もうブルブルの音でさ、かき消されてないか不安なんやけど。あ、ちょっと、M も合わんし。疲れてきた。疲れる、これ。あと2分もあんの。いや、待って、これもう勝ち負けとかより、まず一旦早く終わってほしい。普通に腰を痛める、これ。ナイス。あ、死ぬ。お腹のお肉が揺れているのがわかる。きついよ。あ、ね、危険です、これマジで。健康に関わる。みんな真似しないでくださいね、これ本当に。次はちゃんと横向けてやるわ。これ縦に座るとダメだ。これでも揺れがやばいの。あ、なんか慣れてきたか。一回慣れてきたか。やばい、自分がどこに飛んでるのかすらって感じだけど。いて。あ、これワンチャン勝てるんじゃない。ワンチャン勝てそう。ナイスレード。
ナイスナイス。いやこれやばいわ、あの腰痛い腰痛い。ちゃんと横向きにする。さあ2戦目やっていくんやけど、横向けたら本来だとこれぐらいなのよ。これはちょっとレベル上げても良さそうだな。これだとレベル99でもいけるわ。あ、全然いける。これでシューターだとちょうどいいぐらいかもしれへん。いてこれでシューターだとちょうどいいけどみんなこれ揺れ伝わってる？なんか僕のねお尻だけが一瞬揺れてんだよ。僕のお尻が一瞬揺れてる。こうするといいか。いや、やばい。あの集中はできない。集中はできないねこれ。いやでもね、さっきのねやり方でやってるとマジで怪我するんだよな。これ、声とかちゃんと震えて聞こえてる？震えて聞こえてますか？いやあれ5分以下はマジでやべえんだよな。普通に息切れはする。息切れするし怪我もする。あ、待って、これ普通にエイム合ってしまうぞそうなると面白みがないっていうジレンマね。僕の体を取るか腰の精子を取るか、この動画の面白みを取るかみたいな感じになっている。あ、全然ウルショが。ウルショがどこに行ってんだって感じなんだが。あ、普通にエイム合う。普通にエイム合うぞ。これいけるぞ、全然。ワンチャンある。買っていこう。買っていこう。あのね、これ乗ってるだけでも体力使うんだな。一枚やれた。ここいる？あ、なんか変なとこに行っちゃった。よしよしよし。カウント進んでる。ドリンクもらって。よいしょ。当たらん！取れ高的にはどうなんやろ。いや、初戦が一番エグかったな。腰は死んだけど。お、一発。目に見えてエイムが合ってるもんね、さっきと違って。さっきと違ってエイム合ってる。もしかしてこれ僕がダイナムよりさ寿司の方が合ってるとかある？寿司の方が得意だから寿司とかある？あ、息が切れる。ただスプラしてるだけなのに乗って。よいしょよいしょ。あでもこうやって伸ばしたら、声を伸ばしたらめちゃくちゃ揺れてるっていうのが伝わるな。あー、我々は宇宙人だ、ダイナモ星から来た宇宙人。ナイス。ダイナモ星から来たとか言う割にダイナモってないんだけど今。寿司星人ね。僕シューターに関して乗ってる方が強い人じゃない？あのエイムブレがちやからさ、普段からエイムブレてるからさ、これ逆に振動してエイムがブレた方が敵に当たるという説がまことしやかにささやかれている。強っ。でも寿司目線のダイナモってめちゃくちゃ怖いね。寿司目線のダイナモ怖すぎるんだが。あれ、どこだ。ナイス。あ、勝てた、勝てましたというわけでいかがだったでしょうか。今回はブルブルマシンに乗ってスプラトゥーン実況やってみました。あの皆さんあんまり真似しないでください。でもあのブルブルマシン自体はね結構ハード、いや思ってるよりハードでね、あの疲れるんで、ダイエットしたいなっていう人は買ってみてください。正しく使ってくださいね。